自由に数学を使って予測から解決へ導く理学部数物情報科学科の相木豊彦です。私の専門は数学の一分野である解析学です。その中でも形状記憶合金の変形やコンクリートの腐食などの現象を表す偏微分方程式について研究しています。中学生の時先生の影響で数学を好きになったものの、高校から大学の半ばまでは数学を抽象的に感じてしまいました。しかし卒業研究の時、定期に戻って考えることを教わり、再び数学の面白さに気づきました。そして解析学を学び始め、研究のために滞在したドイツで出会った数学を使った自由な表現に感銘を受け、それ以来現象を扱う数学について研究を続けています。数物情報科学科では数学、物理、情報の基礎を一通り学ぶことができます。数学分野では2年次までに微分積分や位相など数学の軸となる科目を学びます。そして3年次の社会現象の数理解析では、それまでに学んだ微分積分学を駆使して人口増加モデルや経済発展モデルを導入した後、理論と実際のデータをコンピューターで比較することでデータから傾向を読み取る視点を身につけます。数学を学んだ学生の就職先は幅広く、日本を代表する企業でシステム開発などに取り組んだり、中学校や高等学校の教員になったりと、あらゆるステージで活躍しています。数物情報科学科の数学分野ではカエルの鳴き方やパンの焼き方などあらゆる題材をテーマにした卒業研究ができます。数学を使った研究では驚くほど自由な世界が広がりますよ。皆さんをお待ちしています。